フェスは？フェス消え？え？あ、ああ、なるほど。この違和感に気づいた人いますか？俺以外にこの違和感に気づいた人いますか？そう、これはスプラトゥーン2でした。間違えた。間違えてスプラトゥーン2つけたままにしてた。よかった。よかった。夕方になってる。びっくりしたよ。これだよ、これこれ。ここで予約投票できるんだよ。はい、ということでやってまいりました。フェスの投票なんですけども、今回、過去、そして、現在、はい。そして最後に、未来チームという、この3組、選ぶなら、大切なのは、どのチームだということで、決めていきたいと思うんですけども、猫ちゃん占いをしたんだよね。ね？猫ちゃん占い。猫ちゃん占いした時に、もう決めてくれたから、もう簡単に入れるんですけど、一応 T シャツを見てみると、こんな感じですね。黒に赤。これが過去。で、現在が白に紫。で、未来が灰色に緑という。結構色合いは俺結構好きだわ、全部。全部好きかもしれない。ってことで、僕はね、猫ちゃんに決めてもらいました。優柔不断でごめんなさい。人任せ。いや、猫任せで決めた。え？食べた？食べたの？あ、過去が選ばれました。過去にあった。待って、過去選ばれた。はい、ということで、猫ちゃんに決めてもらったので、僕は過去のチームに入りたいと思います。よろしくお願いします。過去チームよろしく。入ったよ、過去に。過去に入った。ってことで、着替えていくと、これフェスティーカー。あ、かわいい。かわいい。せっかくだから黒靴にしようかな。めっちゃいいじゃん。青い空にこのフェスティー。まぁ、ちょっと、日が差すとね、黒い服だから、炎天下の中暑そうなんですけど、夜フェスやるならば、もうこれかっこいいでしょ。めっちゃいい。めっちゃいいぞ、今回。グランドフェス、これで僕は挑みたいと思います。